昨日家のお手伝いを忘れたのは自分が悪かったっす。でもナイトメアのお仕事もみんなのことも悪く言わないでほしいっすよ。もうこの子はまたそんなこと言って、毎日ヘロヘロになって帰ってくる娘を心配しない親がいる？昨日も帰ってくるなり倒れるように眠っちゃって、もしかしてみんなに都合よく仕事を押し付けられたりしてないっすよ。ナイトメアのみんなはいい人たちっす。いや、クリスティーナおばさんとか例外もいるっすけど、でも全体的におおむねほとんどいい人ばっかりっすから。ほんと？ねえお母さんは心配なの。あなたがナイトメアに入るなんて急に言い出した時もそう、他にも。ねえ、もうお母さんのお説教は聞きたくないっす。もう行くっすよ、このままじゃ遅刻になっちゃうっす。まつりちゃん、今日も張り切ってるね。今朝取れたてのリンゴだ、仕事の前に食べてきな。うわ、ありがたくいただくっす。それじゃ行ってきますっす。うちの娘がすみません。あの、おいくらですか？いいよいいよ、よくうちの息子と遊んでもらってるし、お手伝いしてもらったりでまつりちゃんには助けられてるからね。でも親としては心配だよな。いい子なのに何を好き好んであんなところに。ええ、あの子が望んだことですから、できるだけ思い通りにしてやりたいとは思うんですけど。ああ、リンゴもらってすっかり忘れてたっす。お母さん、今日のお弁当。どうにもこの調子でまだまだ目が離せないと言いますか、お恥ずかしい。元気なのが一番だよ。まつりちゃん、ついでにもう一個持ってきな。あ、まつりちゃん、どうしたの？そのリンゴ。おとも姉ちゃん、もう来てたんすね。ナイトメアの全体招集なんて珍しいっすよね。何かあったんすか？私も詳しいことは知らないんだ。あと、我らが団長の登場だよ、まつりちゃん。総員、警長、今日集まってもらったのは他でもない。団員諸君もすでに知っていることと思うが、ランドソルで近々ビースト族の首長会議が行われる。あの、トモ姉ちゃん、首長会議って何すか？各地方を統率しているビースト族の首長たちによる会議だね。それぞれ社会制度とか任命された代表の権限とか細かく見ればいろいろ違いはあるんだけど。社会制度、任命って、おお、なんかナイトメアの座学で使った教科書に書いてあった気がするっす。そうだね。ものすごく大雑把に言うと、ビースト族の偉い人が集まって会議をするんだ。へえ、なるほどっす。その首長会議なんだが、陛下からの要望で我々ナイトメアからビースト族との関係改善のため和平交渉のための大使を出すことになった。これはビースト族とヒューマンの間に隔てられた厚い壁を取り払うための大きな一歩となる。それと同時に、失敗すれば新たな騒乱を起こす引き金になりかねない。だが市政に平和がもたらされるなら、それを全うするのが我々の役目だ。ビースト族とヒューマンが仲良く、そんなこと本当にできるっすか？みんなは自分に良くしてくれるっすけど、それは自分がビースト族だってことを
秘密にしてるからさ。歴史的にビースト族と敵対しているナイトメアで、もし自分がビースト族だってバレたら、きっとただじゃ済まないっす。みんなから嫌われるくらいで済めばまだいい方っす。最悪ナイトメアを追い出されるかも。じゃ、まつりちゃん。したんすか？どうもこうもないよ。ほら、団長が返事を待ってる。え？あ、はいっす。うん、いい返事だ。重大な任務だけど引き受けてくれてよかった。え、あれ、任務？あの、任務っていうのは今承諾してくれたじゃないか。和平大使としてまつりちゃんの活躍に期待しているよ。和平大使って自分がすか？そんな、自分みたいな若輩者には恐れ多いっす。こういうのってジュンさんとかがやるんじゃん。それも検討したんだ。だけど今回の場合はまつりちゃんが適任だと判断した。でも自分は微力だと思うっす。和平大使なんか恐れ多いっすよ。とも姉ちゃんもそう思うっすよね？ううん、私はそうは思わないな。普段からよく頑張ってるし、まつりちゃんは着実に力をつけているよ。それはいつも一緒にいる私が保証する。ともちゃんの言う通りだよ。それにこれは私だけじゃなくナイトメアの総意でもある。まあ正直まだまだ心配ではあるけれど、まつりちゃんもそろそろ独り立ちする練習をしないとね。もちろん、まつりちゃんだけに背負わせるつもりはないよ。手伝ってくれる人も手配しているから。手伝ってくれる人？私だ。クリスティーナおばさん、なんでここにいるすか？話を聞いてなかったのか。注意さんまま職務の怠慢だぞ。あと次におばさんと言ったらお仕置きだ。おばクリスティーナさんがビースト族の和平会議に？どういう風の吹き回しですか？おや、そんな疑いの眼差しを向けてくれるなよ。団長、そして我が麗しの姫殿下のご命令とあらば、しがない元副団長としては従うしかあるまいさ。あなたはそんな殊勝な人間じゃないだろう。何を企んでいるクリスティーナ。そもそもビースト族とナイトメアの関係をより悪化させたのは、前にあなたがいざこざを起こしたのが原因だろう。だからこそだよ、トモちゃん。ビースト族との禍根を作った張本人に謝罪も兼ねて出席してほしいとの仰せでね。何、私は約束を守る女だ。信用してくれていいよ。その代わり団長にもきちんと約束は果たしてもらうが。約束すか？クリスちゃんに条件を飲んでもらうためにこちらもある程度譲歩する必要があった。なあ、そこで一つ約束を交わした。任務が終わった暁にはこの私と本気で戦ってほしいとね。何せ団長と来たら私のラブコールにも釣れない返事でしか答えてくれないものでね。こんな風に。クリスちゃん、前から言ってるだろ、いきなり切りかかってくるのはやめてくれって。
は言っても団長は守るばかりで攻める気がない。つまらん剣術修行じゃあるまいし、いなされ、そらされてばかりでは熱も今日も冷めてしまうだろう。だが約束を果たせば私は本気の団長と戦えるし、もし保護にされたとしてもそれはそれで剣を抜く理由ができる。どちらに転んでも私の剣は喜びに震えるというわけさ。私としては後者の方をおすすめするよ。いや、遠慮しておこう。クリスちゃんの大暴れに痛い気な部下まで巻き込むわけにはいかない。なんだ、残念。そういうからくりだったんですね。クリスティーナが何の裏もなく従うわけがないとは思っていましたけど。だけどジュンさんも大きく賭けに出たな。過去血で血を洗う抗争をしてきたヒューマンとビースト族、その和平交渉をこの二人に任せるなんて。かたやビースト族でありながらナイトメアに組する隊員、かたや過去にビースト族とのいさかいを起こした張本人。まつりちゃんはビースト族だってことを隠したがっているけれど、正直なところ他の団員も気づいているだろうし。でもだからこそまつりちゃんのことはビースト族とヒューマンがうまく融和している、平和に手を取り合えるという絶好の証明でもあるなんて。うまくごまかしているつもりのまつりちゃん本人には言えないけれど。でもジュンさん、この人がいたんじゃ仲良くなれるどころか火に油を注ぐようなもんすよ。そう釣れないことを言うなよ、まつりちゃん。一緒に平和への道を作ろうじゃないか。大変だとは思うけれど、まつりちゃんならできるって信じてる。だからこの任務をお願いしたいんだ。どうだろう。ずるいっすよ。ジュンさんにそんな風に言われたら断れないっす。わかったっす。陛下とジュンさんのご命令なら仕方ないっす。おばさんが変なことをしないか自分がきちんと見張るっすよ。クリスティーナおばさんも行くっすよ。わかったわかった。そうわめくな、まつりちゃん。それともう一度おばさん呼ばわりしたら殺すからな。いいっすか、これは陛下からの大切なお願いなんすからね。ちょっと聞いてるっすか。あの二人は本当に大丈夫なんですか。まつりちゃんはともかく、膠着した状況を変えるには思い切った選択も必要だからね。それにしかもジュンさんが自分を任命してくれたっす。だから余計な騒動だけは起こさないでほしいっす。いいっすか。誰に言っているんだ。引き受けた任務は全うするさ。私はクリスティーナさんだぞ。私は信じているんだ、クリスちゃんを。どうしてですか。簡単さ、約束を守る人だからだよ。それも絶対にね。よーし、行くっすよ。あ、待ってくださいっす。あ、どうしたんですか。伝え忘れてしまったな。今回まつりちゃんを手伝ってくれる人のことなんだけど、あれはクリスちゃんじゃなくて。ああ、なるほど、これは頼りになる味方だ。トライバルスピリッツ、掲げる剣と誇りの架け橋。
いつぶりだろうな、この地区を訪れるのは。緊張してきたっす。何を怯えることがあるものか。こんな市街地で襲われることなんてそうそうあるまいよ。おばさんは考え方が物騒すぎるっすよ。ここに何しに来たかちゃんと覚えてるっすよね。そう、和平って、なんであんたがここにいるっすか。おや、予想よりお早いお月だの。あれ、なんでクリスティーナおばさんは驚いてないんすか。ああ、ジュンさんが呼んだ今回手伝ってくれる人ってあんたのことだったんすね。そうっすよね、クリスティーナおばさんが手伝いなんてなんかおかしいと思ったんすよ。相手を言いなりにさせる手段を熟知しているクリスティーナさんの何がおかしいというんだ。言いなりって頼むから絶対に揉め事を起こさないでくださいっすよ。なあ、分かった分かった分かったから早く案内しろ。遅れては礼を失するからな。どの口で言ってるんすか。でもあんたが来てくれてよかったっすよ。正直ちょっと安心したっす。いざという時自分一人でクリスティーナおばさんを止められるか不安だったっすから。それは厳しいかもしれないっすけど、でもやってみなくちゃわかんないっす。出張会議はこの先の会館で行われてるみたいっす。自分たちはナイトメアの代表っすから、くれぐれも失礼のないようにお願いするっすよ。あ、これはどうもよろしくお願いしますっす。自分たちはビジネスをしに来たんじゃないっすよ。両手で名刺を差し出されても困っちゃうっすよ。確かに顔と名前は覚えてもらえるかもすけど、キャッカス。ああ、たかが名刺一枚されど名刺一枚、所作一つ見て取っても相手のレベルが測れるものだ。手の角度はこう、頭を下げるには腰から、体幹をブレさせるな、常に美を意識しろ、そのまま5秒キープ。熱血指導やってる場合じゃないっすよ。この調子じゃ先が思いやられるっす。それじゃあ2人とも準備はいいっすか。会場に突入するっすよ。なあ、あそこのナイトメアの。ああ、元副団長のクリスティーナだ。よくもこの場に顔を出せたな。空気がピリピリしてるっす。なんかみんながこっちを睨んでる気がするっすよ。何をビクビクしている。怯えを顔に出すな。舐められんよ、胸を張れ。ナイトメアより和平大使として参上つかまつったクリスティーナだ。よろしく頼む。同じくナイトメアの祭りと言いますっす。よろしくお願いしますっす。王宮から大使を出すと聞いていたが、よりにもよって噂の副団長が来るとは。ほう、私をご存知だったとは光栄だな。しかし元副団長だ、認識を改めてもらえると助かる。これは失礼した、元副団長殿。わしがこの会議を取りまとめておるトラ族の族長だ。お前たちの名はランドソルの外まで届いているとも。我らビースト族の耳はよく聞こえるものでな。なんかすごい気迫を感じるっす。それでナイトメアの人間が何故この場所にいる。これはビースト族の未来を決めるための会議だ。首を突っ込まれる言われはない。席を外してもらおうか。まあそう言うな、
過ぎたことを水に流せとは言わないが、未来に向けて前向きに話し合おうじゃないか。これまで散々ビースト族を虐げておきながら、今さら和平の申し入れとは肩払いたい。あん？なんだ貴様は。私はトラ族の族長の補佐としてこたびの市長会議に帯同させてもらっている。そうも、我々がランドソルで市長会議を行っているのは、改めて王宮への抗議を表明するために他ならない。それを言うにこと書いて和平などと世まい事を。族長、お気をつけください。奴らは我々を油断させて騙し討ちするつもりかもしれません。ちょっと待ってほしいっす。自分たちは本当に和平の申し入れに来たんすよ。信じられるものか。いつその強権に噛みつかれるか分かったものではない。確かにおばさんなら。いやそんなことないっすよね。ほう、族長補佐ともなれば相手を正しく評価する力を持っているようで、そこらのボンクラとは一味違うというわけか。ちょっとクリスティーナおばさん、お前たちのそういう態度が我らを軽んじていると言っている。過去から積み上げられてきた怒りや因縁、それはどの種族も一つとして同じではない。それを一緒くたに和平などとほざいている段階で話を聞くに値しない。我らを舐めているのか。確かに不遜な物言いと言われても仕方がないな。そう言われれば我々も見せねばなるまい、本当の誠意というものをな。誠意だと？なんだ、頭を下げて謝罪でもしてくれるというのか。貴様の頭一つで水に流せるほど我らの恨みは。人は理解できないものを恐れる。かつて我々は歴史的な断絶に隔てられ憎み合ってきた。その壁の向こうにいる相手のことをろくに知らないままだ。違うか？それはそうかもしれんが。なれば行うべきは一つしかあるまい。相手を理解することが恐怖を拭い去らせる。ここはビースト族とヒューマン相互理解を育むための異文化交流と行こうじゃないか。異文化交流すか。形なき思い込みや迷信を殺すのはいつも絶対の真実だ。同じ釜の飯を食い、互いの文化を知り理解する。私たちはビースト族の各居住区を回り、そちらの文化を知ろう。代わりにお前たちはランドソルの文化に触れるといい。きちんともてなすようにペコリーヌには伝えておこう。クリスティーナの誠意だと？あの狂犬にそんな殊勝なものが存在するのか。俺は反対だ。ヒューマンの文化など知る必要もない。ビースト族はビースト族で固まればいいだろう。だが言い分には一理あるのも事実。試してみるくらいはいいんじゃないか。おい、話を勝手に進めるな。だいたいそんな用意などすぐにできるわけが。それを可能にしてこそこのクリスティーナさんだよ。何、面倒な手続きは全て私に任せろ。言葉より頭を下げるよりも明確で疑いようのないこのクリスティーナさんの誠意というものをお見せしよう。ビースト族の全体に関わることだ。わしの一存では決めかねる。返事はしばし待て。こうなっては簡単に収拾はつかんぞ。会議も紛糾するだろう。やってくれたな、ヒューマンの女。お褒めに預かり光栄だ。なんかとんでもないことになっちゃった気がするっす。
異文化交流って何をすればいいんすかね。おばさんは考えがあるって言ってたっすけど、ランドソルの観光名所でも案内すればいいんすか。それなら自分トラタイガーのヒーローショーをおすすめしたいっす。こらこら、勝手に話を進めるんじゃあないよ。このクリスティーナさんに完璧なプランがあると言っただろう。あ、一体どこに行ってたんすか。異文化交流に関してあれやこれやと手を止められては煩わしいからな。お姫様へ報告ついでに特別委任の権限と勅書を発行してもらってきた。おかげでお月の眼鏡に随分と睨まれてしまったが、ペコリーヌ直々の依頼であれば口を挟めまい。唇を噛んで悔しそうにしていたぞ。ああ、クレジッタさんのことっすね。その時の様子が頭に浮かんでくるっすよ。まあ後々異種返しに監査なりを入れてくるだろうから、報告を怠らず会計は明朗にする手間はあるが。おい、ほうけた顔をしてどうした。いや、クリスティーナおばさんってできる人だったんすね。自分ちょっと誤解してたっす。他の団員から聞いた話だと、部下に書類仕事を押し付けたり好き勝手に振る舞って、あとは投げっぱなしって聞いてたっすから。この程度は片手間にできなければ副団長は務まらんよ。私の仕事ぶりに目を向く様は愉快だな。それと後で参考までに愚痴を垂れ流していた団員の名前を教えるがいいよ。どうやら教育的指導が必要なようだからな。それで自分たちは何から始めればいいんすか。いろいろ準備するものとか必要っすよね。準備？とうにできているさ。これがクリスティーナさんの異文化交流プランだと思う。我々が行うのはホームステイだ。ホームステイって他の家にお泊まりするあのホームステイっすか。ああ、我々はウサギ族の集落に数日間お邪魔させてもらう。普段の生活、仕事、食文化、価値観などを理解するのが主だ。相互理解などとのたまっておきながら、我々が相手のことを知らんでは話にならないからな。それでホームステイは分かったっすけど、いつから行くんすか。今からだが。なるほど、今からっすね。今からっすか。作戦行動は迅速果敢に。んだ、坊やを見てみろ。私の一声ですぐに出発の準備を整えてきたぞ。すっかり順応してるっすね。あんたの日頃の苦労が忍ばれるさ。おい、それはどういう意味だ。しかしお前もナイトメアの団員なら常に緊急招集に備えた準備をしておけ。さあ、話は理解できたな。理解できたならとっとと支度をして出発するぞ。ちょっと待ってほしいっす。自分何も準備できてないっすよ。で、二人はなんでついてきてるんすか。準備してくるから待っててほしいって自分言ったっすよね。あんたはいいにしても、クリスティーナおばさんまで。坊やが良くて私がダメというのはどういう了見だ。大切な子供を預かる以上きちんと顔合わせをしておく必要があるだろう。まあそれが理由の1割、あとの9割は単なる興味本位だ。どうせそんなことだと思ったっすよ。ああどうしよう、これじゃ自分がビースト族だってバレちゃうっす。何をブツブツ言ってるんだ。言いたいことがあるな、ね、
面と向かって言うがいいよ。それが言えたら苦労はしないっす。ああ、ここが自分の家っす。じゃあ準備してくるっすから、絶対何があってもここにいてくださいっすよ。それは覗いてくれという前振りか。違うっす。本当の本気のマジのやつっすよ。あんたもおばさんが何かしようとしたら止めてほしいっす。頼んだっすからね。ずいぶんと信用されてないな、私は。ま、誰にでも触れられたくない話題はある。それがまつりちゃんの場合は家族なんだろうよ。いや、本人の出自というべきかな。私の目を節穴だと思っていたのか、お前は。そんなの一目見ればわかるだろう。本人はうまく隠し通せているつもりなんだろうが、ともちゃんや団長、他の団員も皆見て見ぬふりをしている。ま、別に爪の甘さを追求するつもりもないさ。生まれや種族など私にとってはどうでもいいしな。おや、何か言いたげだな、坊よ。意外か。だが偽らざる本心だよ。私にとっては体の内から甘く腐っていくようなこの運だ退屈を殺してくれるなら何だっていい。逃走相手を選ばないことに定評のあるクリスティーナさんだ。相手がビースト族だろうが魔族だろうがエルフだろうが、もちろんヒューマンだろうが構わないさ。私の前に立ちふさがるなら平等に斬るし、邪魔をするなら平等に殺す。求めるのは私とうまく踊れるかどうか、ただそれだけだ。平等主義を気取るつもりはないけれど、その点においてだけは偽りがないと信じてくれていい。もう祭りが普段お世話になってるなら挨拶しないわけにはいかないでしょ。いや、いいっすから。自分ももう立派なナイトメアの団員っす。いちいちお母さんが挨拶しなくても大丈夫っすから。そういうわけにもいかないの。こういうところでちゃんとしないとダメっていつも言ってるじゃない。あ、すみません、いつもうちの娘がお世話になってます。なあ、お初にお目にかかる。クリスティーナだ。よろしく頼む。今回はナイトメアより和平大使として任を預かっている。これはどうもご丁寧に。それでそのクリスティーナさんがうちに何のご用ですか。これから和平活動の一環として祭り団員と共にビースト族の集落へのホームステイを予定しているものでな、あなたの後ろに隠れている娘子をお預かりしに来て。なあに、悪いようにはせんさ。可愛い子には旅をさせろと言うだろう。そうっすよ。それに自分ももういっぱしの団員っす。ジュンさん、団長も和平大使って大事な役目に今回自分を選んでくれたんすから。それに自分がクリスティーナおばさんをちゃんと見張らないといけないっす。ちょっとでも目を離したら何するかわからないっすからね。お姉さんと呼べ、お姉さんと。次に行ったら新兵用のスパルタ鍛錬からやり直させるぞ。リースト族との和平大使を祭りが。でも祭り、あなた。もうお母さんは心配性なんすから。バッチリ役目を果たしてみせるすから、安心して待っててほしいっす。わかったわ。でも祭り、リースト族にはそれぞれいろいろなしきたりがあるから、皆さんにくれぐれも失礼のないようにね。大丈夫っす。じゃあお母さん行ってくるっす。それでは娘子をお預かりする。しばらくランドソルを離れることになるが。あのクリスティーナさん、あなたはどうして何も言わないんですか。
何の話だ。あの子は隠しているつもりですけど、その私たちは、あいにくだが私は全団員のことを覚えているわけじゃない。ナイトメアにいたのも過去のことだしな。一部下のさまつなプロフィールなんぞ暗記するだけ脳の記憶容量の無駄だ。ましてや私の場合、脳細胞のもっと有意義な使い道がいくらでもあるものでね。そうですか。だが約束しよう、必ず無事に返すと。これでも私は約束を守る女だ。私のようなよるべのない破天荒な人間にも一つくらいは信念や美学と呼べるものがあるんだよ。決して破れないし破らない、失えないし見失わない、そんな絶対的なものがな。月主と呼ぶほど大行ではないにしても、なーに、どんな手を使おうとも約束は守り抜くさ。ただ敵前逃亡や背任行為、その他もろもろ、約束の遂行に支障が生じた場合までは保証しかねるが。随分とざっくばらんな方なんですね。ナイトメアの人ってもっとうまく隠し事をされる方かと思っていました。そういうのも得意ではあるけれど、約束ごとはフェアな状況でなければ成り立たないだろう。特にこうも疑念のこもった目線を向けられているような状況ではな。こちらとしては正直かつ誠実に嘘偽りなく話したつもりだ。どう取るかはそちらの判断に任せる。わかりました。クリスティーナさん、娘のことよろしくお願いします。ああ、受けたまわった。こたびの任務について理解いただき感謝する。ちょっとクリスティーナおばさん、早く来ないと置いていくっすよ。わかったから、もう少しいい子で待っててくれ。大人には大人の面倒な手続きやらがあるんだよ。祭り、結構登ってきたっすけど、ウサギ族の集落ってこんな山奥にあるんすか。ちょっと疲れてきたっす。この程度で泣き言とは、後任の副団長は部下どもを随分と甘やかしているようだな。ぬるま湯に浸かっていたなら体力は有り余っているだろう。この私が直々にもう一度鍛え直してあげるよ。自分まだまだ元気っす。それにわざわざ手間を取らせるのも悪いっていうか。気にするな、部下を鍛え上げるのも上司の仕事のうちさ。おや、そこらに背負うのに手頃な岩があるじゃないか。ナイトメアのような集団では行動の遅れが全員の命に影響するからな。まつりちゃんはヒーローに、坊やは強い男の子になるんだろう。さあ、重りは何キロがいい。遠慮しなくていいぞ。勘弁してほしいっすよ。和平活動の前に体力使い果たしちゃうっす。ぴょぴょん、何かお困りぴょんか。っていうか、どこから現れたんすか。自分はそこのウサギ族の村に住んでるものだぴょん。ランドソルからのお客さんが来るって聞いて迎えに来たぴょん。ウサギ族の村は遠いからみんなよく迷子になるぴょん。これからご案内するぴょん。それじゃあ行くぴょん。
お疲れ様ぴょん。ここがウサギ族の集落だぴょん。おお、新しいお客さんぴょんか。そうだぴょん、今日からうちにホームステイするお客さんだぴょん。みんな仲良くするぴょん。それは楽しみだぴょん。早速みんなに伝えてくるぴょん。ぴょんぴょん。ふん、さっきから気になっていたんだが、ここのウサギ族は随分と特徴的な喋り方をするんだな。確かにランドセルに住むウサギ族は自分たちと変わらない言葉遣いっすよね。この喋り方ぴょん、これはウサギ族の伝統的な話し方だぴょん。ご先祖のそのまたご先祖様からずっと続く習わしだぴょん。ほう、そうなのぴょんか。おばさん、いきなりどうしたんすか。頭のネジどこかに落としてきちゃったんすか。いや、何、ごうに言ってはというぴょん。お邪魔させてもらう以上、相手の文化に敬意を払うべきだと思ってな、ぴょん。おばさんもあんたもその順応する速さは見習いたいっす。ぴょん、ぴょんぴょん。荷物を置いたらまずは食事にするぴょん。ウサギ族の腕によりをかけた人参フルコースをご馳走するぴょんよ。準備できたぴょん。みんな遠慮なく食べてほしいぴょん。人参団子に人参スープに生人参のサラダ、端から端までオレンジ一色で爽快っす。じゃなかった、素朴でありながらそっと染み入るような甘み、これほど芳醇な味わいを引き出すとは見事だぴょん。ウサギ族自慢の人参フルコースだぴょん。お祝いのために腕によりをかけたぴょん。もぐもぐ。おお、この人参ゼリーもすっごく美味しいぴょんっす。あ、でもなんかすっかり歓迎ムードって感じすっぴょんね。自分ちょっと拍子抜けしたぴょんっす。市長会議の時はみんなピリピリしてたぴょんっすから。ぴょぴょん、ウサギ族の村はみんな仲良しだぴょん。だからみんなとも仲良くなりたいぴょん。この前もトラ族の人はすっごく怒ってたぴょんけど、みんな仲良くすればいいのにって思ってたぴょん。いや、口に出さなくて正解だったぴょんさ。ヒューマンに遺恨を抱くビースト族はトラ族だけではないぴょん。あの場で会議の実権を握っていたのはトラ族の族長だろうぴょん。やつが黒といえば白いものも黒くなるぴょん。クリスティーナおばさんの言うことは難しいぴょんっす。もっと自分にも分かりやすく説明してほしいぴょんっすよ。要はビースト族の中でも意見が割れているんだぴょんよ。和平を拒む強硬派と和平を望む穏健派とにぴょん。私たちが目的の和平を果たすにはビースト族から多数の支持を受ける必要があるぴょん。将を引とすればまず馬からだぴょん。私たちは殺し合いをしに来たわけではないからなぴょん。意外っすね、おばさんなら。はっはっは、その方が楽しそうだとか言うかと思ってたっす。ぴょんが抜けているぴょんよ。あと、まつりちゃん一言多いと寿命が縮むぴょん。すみません、自分ちょっと黙ってるっす。これが戦場なら一気火星の電撃戦も結構だが、過去の生産をするのに禍根を残しては元も子もないぴょん。今回に限って言えば大将を落としてしまいとはいくまいぴょん。これだから和平というやつは手間がかかるぴょんよ。まったく。それじゃあウサギ族のお仕事を紹介するぴょん。まずは名物の人参団子
ああやってみんなでお団子を作ってるんだぴょん。この村の名物だぴょんよ。あまりお客さんは来ない村ぴょんけど。もう一度よいしょだぴょん。なんとも豪快だぴょん。みんな頑張るぴょん。村にお客さんが来てくれたお祝いにすっごく美味しいお団子を食べてもらうぴょん。せーの、よいしょだぴょん。みんないい人たちぴょんすね。お人よしそうな面構えといい、坊やお前とよく似ているぴょんよ。仕事体験だぴょん。人参収穫のお手伝いをしてほしいぴょん。了解。で、あれ、クリスティのおばさんがいないぴょんっすね。クリぴょんならちょっと用事があるから単純作業は松ぴょんに任せるって言ってたぴょん。松ぴょんすっごく頼りにされてるぴょん。それ多分いい意味じゃないぴょんっすよ。あの人自分たちに低役仕事を押し付けてサボってるんじゃないぴょんっすよね。え、クリぴょんは悪い人ぴょんか。今ちょっと奥歯に物が挟まったような言い方しなかったぴょんっすか。取り込み中のところ失礼しやす。あ、商人さん、いつもご苦労様だぴょん。ええ、またいつもの倉庫を拝見しても。もちろんだぴょん。ここまで来てくれる商人さんはめったにいないぴょん。じゃあ、名物の人参団子の買い取り単価がこれで、各種作物に2級免価がこれくらい、納品数をかけることの今回の代金はこれくらいで。わかったぴょん。いつもありがとうだぴょん。え、あの、これってちょっと安くないぴょんすか。自分がもらってるお給料の方がよっぽど高いぴょんすよ。いやいや、子供にはわからねえと思うが、ここまで登ってくるのにも経費ってやつがかかんだよ。長年得意先として取引させてもらってるが、正直これでもいっぱいいっぱいの金額なんだぜ。でもさすがに安すぎるような気がするぴょんす。自分ランドソルじゃこんな値段で売ってるの見たことないぴょんすよ。あのな、いつもこの金額で取引してるんだ。世間知らずの嬢ちゃんが外野から口を挟むんじゃねえぞ。でもやっぱりおかしい気が。商人さん、計算を間違えたぴょんか。計算は苦手だぴょん。いやいや、この金額が間違ってるわけやねえとも。この家業ベテランもいいところだぜ。さあ、分かったら早くこの書類に判を。こう、この書類の金額に間違いはないと言ったぴょん。先ほど食べた料理、その素材、私にはどれも一級品に勝るとも劣らない品質のように思えたぴょん。いつもこの値段で買い取っていますから。って、お前はナイトメアの。クリスティーナおばさん。その呼び方はやめろと何度言ったらわかるぴょん、祭りちゃん。なんでこんなところにナイトメアの副団長が現れやがる。俺は何も聞いてねえぞ。元副団長だぴょん。覚えておくぴょん。それよりなあ、私の耳が遠くなったかもしれないから、もう一度お前の口から金額を聞かせてくれないぴょん。もしかしたら
計算間違いかもしれないし、それか単なる勘違いかもしれないピョン。まあ次に間違えたなら償ってもらう必要があるピョン。いや、今日はちょっと勉強させてもらいます。その今回はこれくらいの金額でいかがでしょう。お前目を開けたまま寝言を言えるみたいだピョン。そのまま夢から覚めないようにしてやるピョン。じゃあもうちょっと値段を上げてこのくらいで。おい祭りちゃん、ちょっとそこのウサギ族を連れて離れているピョン。子供にはショッキングな光景になるピョン。じゃあそのこれで勘弁してくれ。ほう、いいな、この金額は実にいいピョン。それじゃあ、ああここからようやく商談の始まりピョン。頼むからいい返事を聞かせてくれピョン。何すベテランなんだピョン。クリピョン、すっごくいい笑顔だピョン。商人さんも笑いながら涙を流してそろばんを弾いてるピョン。みんな楽しそうで嬉しいピョン。いやあれは違うんじゃないっすかね。きっと悪魔が笑ったらあんな感じになると思うっす。ぴょん、今日はお団子も人参もいつもより高く売れたぴょん。クリぴょん、一体どんな魔法を使ったぴょん。なあ、サンタクロースになったこともあるこのクリスティーナさんの秘密の魔法だピョン。一文無しになっちゃったあの商人さん、さすがに少しかわいそうだったピョンすね。何を言っているピョン。正当に払わせてやったのはあくまで今回の分だけだピョン。過去の分でがめつく私腹を肥やしているだろうピョン。この一件で運よくも血を流さず幕引きになったのはウサギ族たちの能天気さに助けられた結果でしかないピョン。反ヒューマン感情の強い村でこんな事件が起きれば和平交渉も何もかもぶっ飛ばす血で血を洗う戦いの幕開けだピョン。私としてはその方が好みピョン。だが和平大使として来ている以上役目は全うするピョン。とても残念だピョンな。自分最初はおばさんと一緒の理由が分かんなかったピョンすけど、今は逆に目を離すと不安でしょうがないピョンす。だがこれで分かったピョン。ビースト族がヒューマンを嫌うのにも正当な根拠があるピョン。私たちが無理に仲良く手を取らせたところで腹の中ではいつ刃を向けようかと探り合う、そんな状況になっては元も子もないピョン。そんな、それじゃあ自分たちはどうしたらいいピョンすか。優しい性格につけ込むなんて許せないピョンすよ。力がないから食われるピョンであれば力をつけるしかあるまいピョン。そうこうで私はこの村の交易におけるフェアトレード化、そしてランドソル内の学校への留学制度を提案するピョン。フェアトレード、それに留学って。お前も見たかもしれんが、この村には教育機関が存在しないピョン。つまり頭の働くずる賢い相手なら詐欺や不公平な取引を働き放題だピョン。事実そうだったピョン。そこまではなんとなくわかるピョンっす。だからそれを防ぐためにまずは私がこの村の産業を掌握するピョン。すぐにそろばんを弾けと言っても人には向き不向きがあるピョン。短期的には私のコネクションを介して今日のような不当な買い叩きなどを防ぎ交易の正常化を図るピョン。次に
私の手を借りなくても村を独立して運営できる人材を育成するピョン。そのための留学制度というわけだピョン。それってつまりクリスティーヌおばさんが村のトップに立つってことピョンすか？不服かピョン。ナイトメアで利益を出している商取引のいくつかはこの私が手掛けたものだピョン。いや、なんというか悪魔から逃げるために死神に助けを求めてるような本末転倒な感じがするピョンス。自分たち細かいことはわからないピョン。だからクリピョンにお任せするピョン。そうやって人任せにするから悪い人に騙されるピョンスよ。それじゃクリピョンは悪い人ピョン？いや、悪いかって言うとってさっきもこのくだりやったピョンス。まあウサギ族の人がそれでいいなら自分はいろんないピョンス。万事任せておけピョン。私のコンサルティングを受けられるなんて光栄なことだピョン。まつりちゃんも坊やも覚えておくといいピョン。賢く立ち回る知恵も経済を動かす金も全て力だピョン。力がなければ流されて生きるしかないピョンよ。己の武器を磨け、絶えず研ぎ澄ますピョン。それでも持っている手札が全て切れてしまうこともあるピョン。そうなった時最後にものを言うのは積み重ねてきた研鑽だけだピョン。人はそれに勝手な名前をつけるピョンよ。正義だとか美学だとかピョン。しかし商人と話をつけるついでに少し倉庫や帳簿を漁らせてもらったが、商取引の記録に妙な違和感を覚える。あの商人が一階の小悪党であればいいが、この一件私の想像以上に根が深いかもしれぬ。念のため探りを入れておくか。でもあの商人さんは悪い人だったピョンか。人は見た目によらないピョン。めちゃくちゃ怪しい見た目してたと思うピョンスケロ。ま、過ぎたことは水に流すピョン。それより二人にこれを渡したかったんだピョンよ。これはウサギ族を模した付け耳？どれ。ふん、悪くないピョン。ああ、そんな感じになるんすね。なるほど。言いたいことがあるなら言った方がいいピョン。すぐに言えなくなることだってあるだろうしなピョン。だからそうやってすぐに剣を抜こうとするのはやめてほしいピョンス。持つピョンはつけないピョン。自分はフードの上からつけ耳をするのは変だし、かといってフードを取ったらビースト族だってバレちゃうさ。自分は後でつけてみるピョンス。ありがたくいただいておくピョンスよ。そのつけ耳はウサギ族から贈る有効な証だピョン。今度ウサギ族のお祭りがあるから見に来てほしいピョン。その時にはぜひつけてきてほしいピョン。ああ、必ず見に行こうピョン。せっかくの異文化交流、楽しみも少しは欲しいところだピョン。お祭りっすか？いいピョンっすね。自分ぜひ参加させてもらいたいピョンっす。おっと、その前にまつりちゃんには一仕事お願いするピョン。ナイトメア内での正式な報告書を作成したことはあるピョンか？仕事って、なんすかこの書類の山は。今回の一件団長へ伝えんわけにはいかないピョン。そのための報告書作りを任せてあげようと思うピョン。それってクリスティーヌおばさんの方が作業に向いてるんじゃないピョンスか？
何度も呼ばれ続けた通り、私はおばさんだからな、ぴょん。始末書、顛末書、反省文、ちょっと暴れるたびに書かされて、もう十分経験は積んだ、ぴょん。それなら体力の有り余ってる新米にぜひとも業務経験を積ませてあげようという親心だ、ぴょんよ。もちろん断りはしないぴょん、まつりちゃん。あ、大人ってやっぱりずるいぞ。ウサギ族の人たち、いい人たちだったっすね。このまま行けば和平活動もうまくいきそうな気がするっす。まあ、ウサギ族は温和な種族だからな。人が良すぎるところはあるが、私たちの目的にとっては都合がいい。だが、次は一筋縄ではいきそうにないな。何せ、あのトラ族ビースト族の中でも一番のヒューマン嫌いっす。それにビースト族の中でも屈指の強者揃いと聞いている。叶うならぜひ手合わせを願いたいものだな。はあ、クリスティーナおばさん、分かってるっすよね。わ、へ、い、押しに来たっすからね。自分たちはそう睨むなよ、まつりちゃん。仕方あるまい。この和平活動の間は我慢してやるともさ。だが、ヒューマン嫌いの向こうから手を出してくる分には、私の正当防衛が成り立つわけだな。しれっと肩に手を回さないでほしいっす。それに、その意味ありげな笑いが怖いっすよ。これのどこが仲良しなんすか。もう自分を話してほしいって。うわぁ、いったたた、急に話さないでほしいっす。危ないっすよ。パンコブできてないっすか。どうやら我々の出迎えみたいだぞ。出迎え、誰っすか。あの族長、それともコサの人っすか。祭り、お母さん。お母さんがどうしてここにいるんすか。ランドソルにいたはずじゃん。お父さんに言ってちょっと里帰りさせてもらうことにしたの。あなたがちゃんとお仕事をやれてるか心配でね。もうお母さんはあっち行っててほしいっす。自分は一人でもちゃんとやれるっすよ。おやおや、騒がしいと思って来てみれば。今日は授業参観の日でしたか。保護者同伴の和平大使とは。自分を子供扱いしないでほしいっす。おい、さっき私を戒めたお前がいさかいを起こしてどうする。でも今はナイトメアを抜けたとはいえ、お前は私の元部下だ。監督役、ある意味では保護者とも言えるだろう。部下と上司が同伴する、これは何もおかしくない。そうだな、分かったら深呼吸。簡単に相手のペースに乗せられるな。すみません、自分が失礼しましたす。すまない、今の非礼を詫びよう。これで異論はあるか。まあいいでしょう。族長から和平大使の皆様をお迎えするよう言いつかっています。どうぞこちらへ。
来たのかお前たち。集落の皆にはお前たちのことを伝えてある。どこへなりと寝泊まりして勝手に過ごせ。今はお前たちの相手をしているほど暇ではない。おい、祭儀の準備は進んでいるのか。はっ、社の建築、広場の設営など万事つつがなく。腕っぷしで頼りにならんお前はこういう時にこそ役立ってもらわんと困る。その調子で頼むぞ。族長の意のままに。祭儀の準備って何すか。そう、普段ランドソルにいるあなたは初めてよね。これは伝統的なトラ族の風習なの。古くからトラ族は己の手で一族を守り子孫を育んできた。力こそが全て。それがトラ族に伝わる教えだ。この祭儀は自らの力で魔物を狩り捧げるものだ。村の広場の祭壇に捧げることをもって先祖への供養とし、また己自身の力試しともする。力試しつか、思えばこの和平活動で自分は何もできてないっす。異文化交流を提案したのもクリスティーナおばさんで、ウサギ族の人たちを助けたのもクリスティーナおばさんっす。ジュンさんが任せてくれた和平大使の。このままじゃ全然役目を果たせてないっす。その祭儀、自分も参加させてもらえないっすか。お前を祭儀にだと。これはビースト族の神聖な儀式だ。ナイトメアなど参加させるわけが。いや待て、よかろう。族長、血迷われたのですか。ただし参加するのは小娘、お前だけだ。他の者は手を貸すことは許さん。分かったっす。二人ともここは自分に任せてくれないっすか。おや、いつになく燃えてるじゃあないか、まつりちゃん。だが私に何もせずに控えていろと普段なら言うところだが、いいだろう。私の方にも済ませておきたい別の用事があることだしな。別の用事っすか。こう見えても私は多忙なんだぞ。それにやる気を出している部下の前にしゃしゃり出るのはいささか過保護すぎるというものだろうさ。あ、そうだ坊や、お前はまつりちゃんを見ててやる。族長殿、その程度は問題あるまい。小娘の祭儀に手を出さんという条件でなら付き人ということで認めよう。それでいいな小娘。小娘じゃないっす。自分には祭りって立派な名前があるっすよ。口の聞き方だけは一人前だな。ではお前の力を試させてもらう。自らの力だけで先祖たちに捧げる魔物を買ってこい。ただしこれは本来お前のような小娘が参加できるものではない。神聖なる祭儀に参加する以上命の保証はせんぞ。望むところっす。自分の活躍その目に刻みつけるといいっす。おやー、自分は食べても美味しくないっすよ。でもここで逃げちゃダメっす。自分だけやればできるはずなんすから。怖くても勇気を振り絞るっす。今必殺のタイガーヒーローボンバー。うわえ、自分の必殺技が全然効いてないっす。ここは戦術的撤退っす。逃げるっすよ。他のトラ族はどんどん魔物を倒してるのに、
自分はまだ一匹も倒せてないす。この辺りの魔物は化け物揃いすか。こんなの想定外すよ。まったく、族長も何考えてんだか。我々の祭儀にあんな子供の参加を認めるなんて。ああ、子供でもできると思われてるんなら、舐められてるみたいで正直不愉快だぜ。ましてやナイトメアの人間だろう。やっぱりすぐにはうまくいかないっすね。そんなに心配そうな顔しないでほしいっすよ。できないならもう一度、それでダメならさらにもう一度っす。大丈夫っす。ヒーローはへこたれないっす。諦めないっす。自分だってやればできるってところ見せてやるっすよ。クリスティーナおばさんはウサギ族の村でみんなを助けたっす。悪い商人を捕まえて、騙されてたみんなを助けて笑顔にしたっす。だから今度は自分が頑張らないといけないっす。トラ族とヒューマンだってきっと仲良くできるはずっす。祭り心配か。クリスティーナさん、あなたは知ってて娘の参加を止めなかったんですか。ああ、この祭儀がトラ族にとって一人前として認められるための儀式だということか。ま、まつりちゃんの年齢だと達成するのは難しいだろうな。血気盛んで勇猛なトラ族でさえ手こずるならなおさら。知っていたならどうして。あの子は参加するにはまだ早すぎます。だから子供扱いして止めるべきだったと。まつりちゃん自身が子供扱いするなと言った。だから私は止めなかった。それだけだよ。それにあれでナイトメアの一員だ。坊やをついて行かせてある以上、共にいる人間を危機にさらしてまで無茶な真似はしないだろう。それはそうかもしれないですけど、子供が大人になる瞬間というのはいつだって大人が思っているよりも早いものさ。と、ずいぶん綺麗な建前を用意したものだ。私も本音を言えばナイトメアの和平交渉もトラ族の祭儀もどうなろうと知ったことではないが、この和平交渉、蓋を開けてみればすでに焦げ臭く、発火寸前の危うい匂いがするじゃあないか。ウサギ族の村でのヒューマンの商人によるビースト族の搾取、和平をといった矢先の燃える火種だ。これを知ればトラ族の反ヒューマン感情は激しくなるだろう。団長との本気の戦いという餌のため水をかけて火消しするか、それとも焚きつくビースト族とヒューマンの戦争の火蓋を切るか。どちらに転んでも私好みの美味しい展開だ。ほら、クリスティーナさん、どちらへ。なあ、よければこの村の案内を頼めないか。少し調べ物をしておきたいものでね。どうす。自分なんかまだ一匹も倒せてないっす。でもやっぱりトラ族のみんなはすごいっす。広場の祭壇に倒された魔物が山のように積まれてるっすよ。あの小娘、祭りと言ったか。まだ成果を上げられておらんようだが、存外に粘るな。族長、このまま奴らの参加を認めてしまっていいのですか。まだ祖霊祭儀の当日までは時間があります。適当な難癖をつけ、奴らの目論んでいる和平など打ち壊しにしてしまえばよいのでは。それはならん。あの小娘がトラ族の流儀に従って挑んだ以上、我らからそれを保護にすることはできん。しかし、
力こそ正義、それがトラ族伝統の習わしだ。無理も道理も押し通すには力がなくてはかなわん。族長がそうおっしゃるのであれば。何、あの小娘、あれでなかなか面白い。周囲に力の差を見せつけられてもまだ折れん。戦いでも本当に厄介なのはああいう。何事だ。族長、大変です。村の広場に魔物が。おりゃー、す祭壇の魔物が生き返ったっす。こんな場所で魔物が暴れたら祭儀の準備どころじゃなくなっちゃうっす。でも戦えそうなトラ族の人は魔物を借りに出かけちゃってるし。ここは自分たちが食い止めるっすよ。そうっす、自分が憧れたヒーローは、自分が信じる正義は、こういう時に弱い人を守るっす。強い人が力こそが正義。トラ族のみんなはそれが絶対だって信じてるっす。でもそれは自分の信じる正義とは思えなかったっす。ホラタイガーみたいに弱気を助け、強気をくじく、そんなヒーローになりたいから。だから自分はナイトメアに入ったんすから。でも自分は引かないっすよ。ここで引いたら村の人が危険になるっす。そんなのダメっす。魔物を敵も倒せない自分だけじゃきっと相手にならないっす。だけどここにはもう一人いるっすよ。あた、お願いっす。自分を強化してくれないっすか。会議の掟は破っちゃうすけど、後で自分が怒られて済むな。いくらでも怒られるっす。そんなことより今はここにいるみんなを守る方が大事っすよ。この力はこれならいけるっす。うわ、力がみなぎってきたっすよ。これが全力の一撃っす。タイガーヒーローボンバー。もう魔物が弱ってて助かったっす。騒ぎを聞きつけて戻ってきてみれば。小娘、お前がこの魔物を倒したのか。村の外に出てたみんなも戻ってきたみたいっすね。なんとかなってよかったっす。魔物を倒してからみんなの目つきが優しくなった気がするっす。自分もこれでちょっとは認められたっすかね。やっぱりビースト族とヒューマンは仲良くできるっす。でもあれ、それじゃなんで自分は隠してるっすか。みんなは自分がヒューマンじゃないって知らないっす。ビースト族の、それもトラ族ってこと、ヒューマンだって嘘をついてトラ族のみんなに認められて、それで本当にビースト族とヒューマンは仲良くなれるんすか。もし仲良くなれるんなら、なんで自分はナイトメアのみんなにビースト族だってことを隠してるんすか。
小娘、気を抜くな。後ろだ。なんだあの娘、急に耳を押さえてうずくまったぞ。大丈夫か？どこか怪我をしたか？戦いの最中に何をしている？まだ敵にとどめを刺しておらんだろうが。娘、一体何のつもりだ？敵の大物を討ち取る寸前で恐怖に臆したか？お前は魔物を倒せなかっただけではない。この場にいる皆の命を危機にさらしたのだぞ。私が少し目を離した隙に、なんだこれは？どういう状況になっている？クリスティーナ、おばさん。そうか、そういうことか。小娘、お前その狂犬に伝えてないんだろう。いや、そいつだけじゃない。ずっと周りに隠していたのか？違うっす。自分は違わないさ。怖いんだろ、自分がビースト族だとバレてしまうことがな。お前何を言っている？この小娘がビースト族ということなど一目見ればわかるだろう。同族であればなおさら。いいえ、族長、この小娘はそれを隠したつもりでいた。それも問題ですが、それ以上の大きな問題があるのです。問題だと？なあ小娘、ビースト族とヒューマンの和平、それができるというなら、なぜお前は自分の正体を隠してるんだ？私にはわかる。お前本当はヒューマンのことなど信じてはいないんだろう。どういうことか説明しろ。この小娘がヒューマンを信頼しているなら、ビースト族であることを隠す必要がないのです。でも自分の正体を隠している。それはなぜか？それはこの小娘が心の底ではヒューマンを信用していないからに他なりません。和平和平と言いながら、当の本人が一番信じていないではないか。身内がそのざまとは何たること。小娘、わしはお前をトラ族として参加させておった。それがナイトメアのものだろうと、トラ族のものであることに変わりはないからな。だがお前がヒューマンだとしたら、そのつもりで参加していたなら話は変わる。お前は神聖な祭儀に身分を偽って参加し、我らトラ族を裏切り、ヒューマンとして我らの儀式を汚した。自分はそんなつもりじゃ。答えろ小娘、お前はどっちだ？トラ族か、それともヒューマンなのか？おばさん、祭り。モーヤ、お前は祭りちゃんを追いかけろ。この場は私が何とかしてやる。なんで追いかけてきたんすか？族長が祭儀に参加させてくれたのも、自分がトラ族の人間だったからなんすね。
みんな自分がビースト族だって知ってたんすね。それなのにバレてないつもりだった自分がバカみたいっす。ビースト族だってことを隠して逃げ出して、あんたもこんな自分に幻滅したっすよね。でもそれじゃもしかしてナイトメアのみんなも知ってるんすか、自分がビースト族だって。ナイトメアのみんなは自分に優しくしてくれたっす。温かくてとっても居心地が良かったっす。クリスティーナおばさんはスパルタだし、トモ姉ちゃんはしょっちゅうからかってくるし、訓練は大変で、任務はもっともっと大変っすけど、自分にとってはかけがえのない場所っす。でもこんなことになったらもう、そんなことあるわけないっす。でもビースト族だってバレてみんなに嫌われたら、そう考えると怖くて足が震えるんすよ。きっとジュンさんだったらこういう時も迷わないんすよね。ジュンさんはかっこいいっす。正義のために戦うヒーローみたいで、あんな風になれたらって自分の憧れだったっす。でも自分はここで逃げたらもう居場所がどこにもなくなっちゃうっす。ビースト族にもナイトメアにも自分を待ってる人みんな純さん、トモ姉ちゃん、お母さん、ナイトメアのみんな、クリスティーナおばさん、時にみんなの顔が浮かぶんすかね。さっきまで怖くてたまらなかったのに、今はもう怖くないっす。嘘っす、ちょっとは怖いっすけど、でも自分を、こんな自分を信じてくれる人って考えたら、みんなの顔がいっぱい浮かんできて、みんなが自分を信じてくれてるって思えたっていうか、もっとはっきりと感じたっす。ジュンさんもトモ姉ちゃんも自分に託してくれたっす。お母さんもみんなも笑顔で送り出してくれたっす。今もクリスティーナおばさんが自分を待ってくれてるっす。それにここで立ち向かわずに逃げたら、自分はずっとこの先胸を張れなくなるっす。まだクリスティーナおばさんみたいな力も知恵もないっすけど、でも勇気だけは絞り出せるっす。今の自分にはそれしかないから、それだけは誰にも負けるわけにはいかないっす。ありがとうっす。自分は一番大事なものを見失うところだったっす。大丈夫っす、自分も
覚悟を決めたっす。これは自分の帽子、拾っててくれたんすね。それちょっとだけ預かっててくれないっすか。その帽子はずっと自分を守っててくれたっす。自分がビースト族だってことを隠し続けてくれたっすよ。だけど今だけは頼っちゃダメなんす。自分がこの姿でいることが今の自分にできるみんなへの誠意っすから。それにずっと一緒にいてくれた相棒の帽子っす。あんたになら安心して預けられるっす。耳がスースーして少し落ち着かないっすね。でもなんだか晴れやかな気持ちがするっす。あ、そうっすね。遅れてでも必ず参上するのがヒーローっす。正直行くのは怖いっすけど、でも自分でそう決めたっすから。クリスティーヌおばさん。ほう、帰ってきたか。クリスティーヌおばさん、ごめんなさいっす。自分はクリスティーヌおばさんに、ナイトメアのみんなに嘘をついてたっす。ビースト族じゃなくてヒューマンだって。トラ族のみんなにも謝りたいっす。みんな知っての通り自分はトラ族の生まれっすけど、事情があってビースト族だってことを隠してたっす。決して猜疑を汚すとかそんなつもりじゃなかったっす。謝っても許されないかもしれないっすけど、それでももう一度謝らせてほしいっす。みんな本当にごめんなさいっす。まつりちゃんがビースト族なのは知っていたさ。というよりあれで隠せているつもりだったのが信じられんな。しかしだ、仮に皆が黙認していたとして虚言を吐いたことへのお咎めがチャラになるわけではない。お前のついた嘘が、その誤った情報が共に戦う仲間を殺すこともある。元とはいえ上官をたばかった罰を受けるつもりはあるんだろうな。覚悟はしてるっす。今の今まで逃げてきた自分の弱さも全部ひっくるめて自分っすから。いいだろう。この和平活動においては全権が私に委任されている。ならば廃藩の恐れありとして私の裁量で自由に処罰することもできるわけだな。ほう、少しはマシな顔をするようになったじゃないか。私は有望な部下は切らん。クリスティーナおばさん、心遣いはありがたいっすけど、これは自分の問題っす。自分がトラ族の誇りを汚してしまったなら自分が責任を取るっす。煮るなり焼くなり好きにするがいいっす。その意気はよし。いいぞ、気に入った。小娘、わしはお前に決闘を申し込む。わしに勝てればこの祭儀で起きた罪を不問にしよう。族長、そんな勝手な裁定を下しては他の者に示しが。口を挟むな。族長であるわしの決定は絶対だ。もう一度名乗れ。小娘、お前の名は何という。自分は祭りビースト族、そしてトラ族の祭りさ。祭りか、その名前覚えておこう。いざ尋常に勝負。
消えたぞ。シャー！なんて重い一撃なんすか。鉄の塊を叩きつけられたような衝撃っす。まだ一撃しか入れておらんぞ。その小さな体でどこまで耐えられるか見せてもらおうか。行くぞ。いつまで続くんだこの決闘。もう何時間もああやってるぜ。決着はどちらかが負けを宣言するか戦闘不能になるまでだ。だがあの嬢ちゃんまだ立ち上がるのかよ。あれだけタコ殴りにされてんだぜ。どんな根性してんだ。いいだろう。もう一撃だ。はあ！俺、あの嬢ちゃんのこと気に入らなかったけどよ。あんなにズタボロになっても戦う姿見てたらよ。そりゃ応援したくなっちまうよな。おい嬢ちゃん、ここまで来たんだ。簡単に負けんじゃねえぞ。もうどこが痛いかわかんないくらい体中が痛いっす。族長ってこんなに強かったんすか。俺今自分って立ってるんすか。足元がふわふわして世界が揺れてるっす。お母さん、そんなに心配そうにしなくて大丈夫っす。クリスティーナおばさんのあんな顔初めて見たっす。おこもとは後で聞くっすから、まだやれるっすよ。あんたも何か言ってるっすね。よく聞こえないっすけど。いつもは強化してくれてるから。一人で戦うのってこんなにきつかったんすね。でも今回は自分の力でやらないとダメって思ったんす。めちゃくちゃ強い相手っすけど、それでも戦ってる自分より必死じゃないっすか。そんなに言いたいことがあるんすか。何を言って。ああそうっすよね、分かってたっす。いつだってあんたは自分を、こんな自分のことを応援してくれたっす。もうこのまま倒れたいっすけど、あんなに応援されちゃそうも言ってられないっすね。ここまで耐えたのはお前が初めてだ。だがもう限界だろう。よくやった。まだ立ってるっす。まだ剣は握れるっす。自分はまだ諦めないっすよ。いいだろう。さとしても通人なら、この拳で終幕にするぞ。倒れるなら前のめり。ここは絶対引けないっす。全部の力をありだけこの一撃に込めるっすよ。この娘、気配が変わった。
子猫と侮っていたが、ここで化けるか。かはあ、族長。まだっす。勝負はまだ終わって。ああ、見事な戦いぶりだったぞ。この頑張りは団長にきちんと伝えてやる。倒れる際にも戦う意志は切らさんか。確かに見るべきものはあるようだな。わしに勝ててはおらんが、勝負は預けることにしよう。お前の頑張りに免じて旧大典をくれてやる。虎族の族長の名において、こたびの祭儀の件は不問とする。ただしわしに勝てるまではまだ半人前だ。それを夢夢忘れるな。ちびっこい嬢ちゃんだと思ってたが、すげえじゃねえか。さっきの戦い、手に汗握るくらい熱かったぜ。族長にあそこまで食らいつくなんてな。ああ、もう食べられないっすよ。おい、いつまで寝ているつもりだ。起きろ。称賛を本人が聞き逃してどうする。戦い終わって早々寝落ちとは、この娘案外大物になるかもしれんな。なんすか、あれ、なんかみんな距離感近くないすか。それにお祝いムードみたいな。おお、この子はまだ寝ぼけてるみたいね。いい？祭り、あなたは。ここであの小娘が倒れてくれれば、なし崩しに和平大使など追い払えたものを。このままでは私の計画が破綻してしまう。そうなる前に何とかしなければ。こうなればあの計画を発動するしかないか。また一から進めなければならなくなるが、仕方あるまい。族長に一撃当てちまうなんて、ジョーちゃんもやるな。小さいからって甘く見てたぜ。あら、あららら、背中を叩くのはやめてほしいっす。怪我したとこに響くすよ。そら、この肉を食ってもっと大きくなりな。そんで今度は族長をぶっ飛ばしてやれ。もう、みんな急になんなんすか。あんたも笑ってないで助けてほしいっす。そういうことだ。虎族では力こそ正義なんだろう。みんなお前のことをようやく認めたんだろうさ。まだ目を離せないくちばしの青いひよっこではあるがな。あれはもう準備できているか。ええ、祭り、これを。この衣装は？あなたが一人前になった時のために準備してたのよ。この際には虎族の伝統として伝わる一人前として認められるための儀式でもあるの。だけどナイトメアに入っちゃったから、まだ早いと思ってこっちの実家にしまっておいたのよ。
こんな形で渡す日が来るとは思ってなかったけど、でもよく似合ってるわよ、祭り。お母さん、ありがとうっす。絶対大切にするっすよ。まだまだ半人前っすけど、この鎧にふさわしい正義の味方になれるよう頑張るっす。これで晴れてお前もトラ族の正当な一員だ。その衣装に恥じることないよう、これからも修練に励め。それと今さらになるが、ヒューマンとの和平についても前向きに検討しよう。本当っすか？そんなことをされては困るんですよ。ヒューマンと馴れ合うなどあなたらしくもないですね、族長。なんだ、和平活動を引っかき回しに来たならお引き取り願おうか。もうお前の出番はないぞ。それがあるんですよね。なんか様子が変っすよ。魔物がどんどん増えてきてっす。まったく、どれだけ苦労したことか。長い時間をかけてヒューマンへの反感を煽って、ヒューマンとビースト族が争っているこの状況は私にとってとても都合がいいんです。ようやく作り上げたビースト族とヒューマンを分断する壁、それをここで壊されるわけにはいかないんですよ。なんだ畜生、倒しても次から次へ出てくる。これじゃキリがないぞ。村の正門、裏門破られた。魔物が押し寄せてくるぞ。お前はなぜこんなことをする。ヒューマンが憎くとも我ら同族を傷つける必要はないだろう。いいえ、このトラ族の集落には壊滅してもらわないと。ヒューマンのせいにしてビースト族の怒りを焚きつけるためにね。そんなことさせないっす。意気込むのはいいですが、あなたたちの戦力も把握済み。このままでは勝ち目はありませんよ。グーリピョーン、例のブツ持ってきたピョンよ。って魔物がいっぱいだピョン。もしかしてトラ族のお祭り族だと。バカな、なぜここにいる。各ビースト族の集落には見張りをつけていたはず。ぴょぴょ、見張りってこの人ぴょんか。旦那様、あの人ウサギ族の村に来た悪い商人っす。チッ、このグズが。やはりお前たちはグルだったわけか。これで全てがつながったな。ええ、どういうことっすか。自分にも分かるように説明してほしいっす。ウサギ族の村での一件にきな臭い匂いがしてな。和平活動の裏で私の方で内密に調査させてもらった。もともと和平よりこういう活動の方が得意なんだよ。するとどうだ、浮かび上がってきたのはヒューマンとビースト族との独占的な商取引。実態は不公正不平等な取引のオンパレードだ。そうやってかすめ取った利益が最後にたどり着くのはこの村。目の前に立つコサ殿の金庫の中というわけさ。つまりこのメガネの人がビースト族のみんなに悪いことをしてたってことすか。そしてこれからも悪いことをしようとしているわけだな。
そこまでたどり着いているなら話が早い。あなたたちも逃がすわけにはいかなくなりましたね。それはこっちのセリフっす。さあ観念してお縄を頂戴するっすよ。クリピョン、あいつをやっつけるお手伝いするピョンか。いや、お前たちはトラ族と一緒に魔物たちの相手をしてもらえると助かる。わしにも戦わせてくれ。村の中から裏切り者を出したとあってはメンツが立たん。おい、ついでに族長殿も安全な場所に連れて行け。まつりちゃんの一撃のダメージがまだ残っているんだろう。おいおいさん、了解だピョン。それじゃ族長さん、行くピョンよ。だが、あくまでメンツというならこちらのメンツを立たせてくれないか。そうだろう、まつりちゃん。そうっす。自分たちはナイトメアの和平大使で正義のヒーローっすから。そうだ、クリピョン、商人さんを渡して忘れてたピョン。届けに来た荷物はこっちだピョン。ほう、これは。まつりちゃん、この場は任せた。少しだけ時間を稼ぐ。ここは二人決めポーズで名乗りを上げるところじゃ。って、もういないっす。もう、こんな時になんすか。何のつもりか知りませんが、これは好都合。先にあなたから始末して差し上げます。トラ族の皆さんは腕力にしかご興味がありませんからね。こうやって罠を仕掛けるのも実に簡単でしたよ。出てきなさい、オブシダンゴーレム。見なさい、この圧倒的質量、そして圧倒的パワー。くぅ、あの高笑いに敵キャラのスペック紹介、悪役ポイントをきっちり抑えててちょっぴり羨ましいっす。でも自分にだって意地があるっす。ヒーローは約束を守るものっす。命がけで足止めするっすよ。そうっす、族長の時は自分一人だったっすけど、今はあんたがいるっす。この力はありがたいっす。行くっすよ。だーい、やった、通じてるっす。それに今までにないパワーを感じるっす。トラ族の祭儀、族長との決闘、そして覚悟を決めたことで一皮むけたようだな。クリスティーナおばさん、戻って。待たせたな、愛しのクリスティーナお姉さんだよ。ほう、なかなかいい服だな。体を動かすと追従するしなやかさ、いいぞ、気に入った。一体何なんすかその服は。ていうか戦闘中に着替えに行ってたんすか。ウサギ族が労力を惜しまず仕上げてくれた一丁羅だよ。ここで着飾らずしてどこで披露するというんだ。それにまつりちゃんの主義に従って言うなら、悪を打つヒーローは変身するものなんだろう。そうっす、ヒーローは悪を倒すために変身するものっすよ。ま、私は正義を名乗るつもりは毛頭ないが、ヒロイックな水鏡に身を任せるのもたまにはいいだろう。なんだか力がみなぎってきたっす。これなら絶対あんなやつなんかに負けないっすよ。
ナイトメア、そしてビースト族のために戦うっす。戦いも新鮮で存外に愉快で、すごいっす。ああ、ほう、そうでなくてはな。楽しんでる場合じゃないっす。任務を忘れたわけじゃないっすよね。これじゃ拉致が開かないっす。うん、任務か。どうやら私では決定打は与えられそうにないようだ。あの頑丈さには、うん、お手上げだっぴょん。ちょっとそこでだ、とどめを任せる。私があの厄介な外装を崩す。そして回復する前にお前が剣で切り裂く。わかったっす。では始めるぞ。チャンスを逃すなよ。さあお手をどうぞ。和平に向けた熱く激しい社交ダンスを始めよう。ああ、愉快だ。情熱的な語り合いではないか。さあ続いては華麗なステップを披露させてもらうぞ。誇りをかけて、この一振りで未来を切り開けつ。はの計画が阻まれるなんて。ナイトメアだ、全員おとなしくしろ。急いで駆けつけたけれど、これはもう決着がついたみたいだね。ジュンさん、トモレちゃん。いや、まつりちゃん、ちょっとボロボロだけど元気そうでよかった。二人が来てくれたのは嬉しいですけど、どうしてここに？ああ、まつりちゃんが和平活動をしている間に、私たちの方で王宮周りの不穏分子のあぶり出しをしていたんだ。今の陛下に代わってからランドソルではビースト族と友好的な関係を模索しているのは知っているね。それで議会でも異種族を差別する過激な議員の排斥を進めていたんだけど、思わぬ余波を生んでしまってね。思わぬ余波すか。ああ、こういうことさ。手が取れたっす。落ち着いて、まつりちゃん、作り物だよ。この手袋も耳も尻尾も全部偽物。え？あ、本当っす。自分思わず目を覆っちゃったっすよ。議会から排斥された議員たちが行き場をなくして、あちこちの村や集落に取り入って悪さを働いているみたいでね。今回クリスチャンからの中間報告で、ウサギ族に不当な取引を強いている商人がいるって聞いて、その報告をもとに我々もランドソル内で流通経路を追って、芋づる式に怪しい人間をあぶり出していたんだ。だからクリスチャンと言うなと。
もういい。この男はトラ族のふりをして取り入り、ビースト族から搾取するだけでなく、教育機会の廃止まで訴えていたよ。そうすれば自分の不正を追及できる賢い人間が育たなくなる。将来にわたって悪事をし続ける土壌作りに勤しんでたわけさ。お前たちがいなければ、私はこんな辺境の田舎臭い村でビースト族どもにまみれて身を隠さなくてよかったんですよ。たかが王家の血を引いているだけの小娘に何がわかる。先帝陛下の頃はよかった。ビースト族などヒューマンに頭を垂れるだけの存在でしょうが。ビースト族もヒューマンもどっちが偉いとかないっす。そんなこと自分にだって分かってるっすよ。おい、牢屋に連れて行かれる前に一つ教えてやる。お前の敬愛するその先帝陛下はビースト族だったぞ。は？陛下がビースト族だと？そんなバカな話が。議会にいたならかつてはお前も忠誠を誓った相手だ。本当にその目で見たことがあるなら有無を言わず圧倒されただろう。つまりお前は陛下を見たことがない。拝謁を賜る価値もない、どうしようもない小悪党だったということだ。見る目がないお前は軍相応を覚えるがいいよ。種族など表面に惑わされるようでは私を従えるなんて無理な話さ。手なずけたつもりの狂犬に喉笛を噛みちぎられる前でよかったな。被疑者の護送の準備は整っているな。よし、連れて行け。はっ。あの男、ビースト族に取り入る裏工作をしていたようだけど、王宮の宝物庫から盗んだ財産を元手にしていたらしい。王宮を追放された時にどさくさに紛れてって感じだろうね。時期もぴったり一致するし、しばらくは牢屋で反省してもらうことになるかな。今回の和平活動で良くも悪くもビースト族とヒューマンの関係性は大きく変わっていくだろう。本来の和平活動以外にも、フォサの帳簿改ざんやウサギ族の商取引保護、ランドソルへの留学制度、その他もろもろ、この短期間によくこれだけ成果を上げたものだと感心するよ。さすが元副団長は伊達じゃないってところかな。まあ余罪追及や事後処理は私たちに任せて、まつりちゃんとクリスちゃんはまずゆっくり休んでくれ。ところでクリスティーナ、その服装は何？あ、それ自分も気になってたっす。さっきはウサギ族にもらったって言ってたっすけど。何？まつりちゃんがトラ族の祭儀に参加する間、私もウサギ族の祭りにお呼ばれしていてな。まさか伝統のウサギ跳び24時間耐久レースで自分たちが負けるなんて思ってなかったピョンよ。おかげで会場は大盛り上がりだったピョン。あの最終コーナーを抜けての直線勝負、優勝争いのデッドヒートはもはや伝説の語り草ピョン。これはその優勝商品というわけさ。祭りちゃんのそれと同じく仲良くなった和平の証だよ。しかし剣を持たない戦いも悪くはないな。己の拳で敵を打ちのめす感覚がなかなかに快感だ。ジュンさん、いいんですか？クリスティーナにウサギ族との交流の要を任せてしまって。まあいいんじゃないかな。ビースト族とヒューマンが仲良くなれる恒例としてアピールするには絶好の機会だと思うし。おや、心配か、友ちゃん。
なんならウサギ族たちにお揃いの衣装を作ってもらおうか。あなたとペアルックになるのはごめんこむるかな。まつりちゃんとなら構わないけれど。もうビースト族とヒューマンが仲良くしてるのに、二人はどうして仲良くなれないんすか。私には仲がいいように見えるけどね。事件の後処理を終えたらランドソルへ帰ろうか。おい、ウサギ族の、お前たちも一緒に行くぞ。ランドソルへの留学はすぐ始まる。慣れておくに越したことはないからな。あ、それってトラ族の人にも参加者を募っていいすか。きっと行ってみたい人がいると思うっす。急な話だな。だがその前提で制度を設計してある。お前から伝えてこい。了解っす。まつりちゃん、少し見ない間に成長したね。ありがとう、クリスちゃん。当然だ、教える人間が私だからな。だがさすがに疲れた。しばらく子守は遠慮願いたいものだよ。思ったより騒ぎになりませんでしたね。まつりちゃんの衝撃告白。みんな見てないふりをしてただけで、ほとんどの団員はすでに知ってただろうからね。それでもまつりちゃんがビースト族だって初めて知ったらしい一部は衝撃を受けていたけれど、大きなトラブルもなく受け入れてくれてよかった。それじゃあジュンさん、私はこれからショーの手伝いがあるので失礼しますね。ああ、気をつけていってらっしゃい。平和だな、今日はいい日になりそうだ。ああ、最悪だ。平和で退屈すぎてうんざりする。こうも平和だと、何もせずにいるだけで血管に煮詰めたシロップを流し込まれているような倦怠感がする。なあ、誰でもいい、私の退屈を殺してくれ。あ、クリピョン、お久しぶりだピョン。奇遇だな、達者にしてたか。うん、どこかで見た顔だと思うが、お前らこんなところで何してるんだ。これからマツピョンのショーを見に行くんだピョン。ショーを見るのは初めてだから楽しみだピョン。ショー？ああ、そういえばまつりちゃんがそんなことを言っていたな。それでショーに行く人間がなぜこんなところにいる。開演前のモノミウさんにはいささか地味すぎるだろうね。いや、それはだな。それはなんだ。もったいぶらず早く答えろ。それは迷子になってるからだピョン。今なんか猛烈に寒気がしたっす。大丈夫まつりちゃん、初めての主役で緊張してるからじゃない。そうっすかね、気のせいだったらいいっすけど。でもまさかまつりちゃんをヒーローショーの主役に抜擢するとはね。団長も思い切ったことをする。同じ演目じゃ見てる側も飽きちゃうすからね。やっぱり新しい息吹を吹き込むのは必要っす。まあ自分はヒーロー役の人の動きや盾の違いに興奮したりするタイプっすけど、小さい子はあんまり気にしないっすから。今回のショーはいろんな種族のライバルや仲間たちと
協力し合って敵を撃つ。心をくすぐる熱いストーリー展開っす。はいはい、熱血で気合が入るのはいいけど、きちんとショーの準備を進めないとね。お世話になった人にチケットを配ったっすけど、みんな来てくれるっすかね。誰か来たの？おい、こんなところで何をしている？団長。いや、クリスチャン、見ての通り門番の仕事だよ。クリスチャンはまつりちゃんのショーを見に行かなくていいのかい？私も時間があれば行きたかったんだけどね。あいにくと青っ白い理想論や正義を語る子供騙しのショーに興味はなくてね。乱入してかき回してみるといういたずらも以前やったし、同じことをしても芸がないだろう。そうか、じゃあここでおしゃべりでもしていくかい？私はまだここを動けないけれど。私はそれを無理やり動かしに来たんだよ。その地面に突き立てている剣を抜け。はっ！結構な人だかりだぴょん。いつもこんなに人気ぴょんか？いいえ、普段はもっと少ないわ。今日は新しいショーをやるって聞いたから、子供たちが駆けつけてきてるのね。これだけの人数に囲まれて緊張してないといいがな。そうですね。それにクリスティーナさんの姿も見えないし。クリピョンなら自分たちを連れてきてくれた後、用事があるってどっか行っちゃったピョン。クリスちゃん、地面に剣を突き立てて、それは一体どういう？ここは私に任せろという意味だ。団長はまつりちゃんのショーでも見に行ってくればいい。クリスちゃん、私は正義だとかいうのはお腹いっぱいだからな。ああいう甘ったるい話は団長やお姫様にお似合いだよ。それにお前に認めてもらいたくて、今回やけに張り切っていた小さいやつがいるはずだ。そんな部下の頑張りを認めてやるのも上司の立派な仕事のうちだと私は思うがな。相変わらず推しが強いな、クリスちゃんは。そういう強引なところは変わらないね。ただし約束だけは忘れてくれるなよ。次の非番の日には私と決闘してもらうからな。ありがとう、クリスちゃん。オンに切る。着なくていいからさっさと行け。それで坊やはどうしてここにいるんだ？なあ、それはどうも。さて、私も行くとするか。確かに私に任せろとは言ったが、私自身が門番をするとは一言も言っていないからな。おい、出てこい。交代の時間だぞ。はっ、クリスティーナ副団長。どいつもこいつも元副団長だ。まあ昔のコネというのは意外と便利なものでね。今回は私の任務の後始末で随分迷惑をかけたしな。ま、これくらい便宜を図っておいて損はないだろうさ。アフターケアまで万事抜かりなく完璧に完遂してこそのクリスティーナさんだろう。じゃあ坊や、行くぞ。あのお嬢ちゃんはビビリでどうしようもないからな。舞台の袖で緊張して震え上がってるかもしれん。うん、お腹が痛くなってきたような気がするっす。もうすぐ幕開けだっていうのに足の震えが止まらないっすよ。
く。あの時族長と決闘した時みたいっす。でもここは自分一人で戦わなくちゃいけないっすよね。あ、ジュンさんが来てる。クリスティーナと何か言い争いしてるな。遠くて聞こえないけど、また何か仕組んだのか。え、ジュンさんが来てるんすか。クリスティーナおばさんも。うわ、祭りちゃん急に元気になったね。でもその調子なら大丈夫そうかな。あの二人だけじゃなくて、ほらもう一人。ふふ、まだショーが始まってないのにヒーローを応援するのはご法度っすよ。よし、準備が整ったみたいだ。それじゃあ行っといで、まつりちゃん。もちろん私も応援してるからね。ありがとうっす、友姉ちゃん。みんなが待ってるっす。自分行ってくるっす。良い子のみんな待たせたっすね。自分の名前はブレイブタイガー。ビースト族にしてナイトメアのみんなを守る正義のヒーローっす。